ミュータルミュータル溜めた刑事でドン。この番組はさあ待ってますか先生これ大丈夫そうです。はい、やったー、はい、今日もじゃあ皆さん、はい、お願いします。はい、マイスクリーム講師のデスノリー様でございます。そして、はい、ボイスオフトのリーです。やったー。よろしくお願いしまーす。先生、今日もリアクション動画させてもらっていいですか。来たリアクション動画来た歌い手さんシリーズということで、やっていただきます。そうなんです。まあ、今日はどうでしょうね。今日はどうでしょうね。のでちょっとあの今までいろんな歌手さんのリアクションさせていただいておりましてですね。はい、あのでは声帯の専門家、はい、李先生、まあ、ボイスドクターでございます。本当のドクターでございます。と私ボイストレーナーの魔法でございますね。の二人がですねお送りするリアクション動画なんでございますけれども、まあ以前ねメイちゃんさんとか、荒木さん、はい、ね、やらせてもらいましたけどですね。歌い手さんってすげえんだよっていうところを李先生に初見で見せるっていう、はい、コーナーでございますけど。今日ちょっとその流れで、はい、あ、なるほど。今日ね、かつて見たこともない、なるほど、先生がね、僕はもちろん何回もあるんですけど、楽しみだな。いやー、今日はですね、うん、超学生さん、おー、という方、超ね、スーパーの超、スーパーの中じゃなくて超学生さん、なるほど、という方なんですけど、はいはいはい、この方も、うん、もう大人気ですよ。若いです、めちゃくちゃ。なるほど、若いです。もう多分本当二十歳ちょっと。だったと思います。なるほど。そうです。めちゃくちゃ若くて、うん、で、すごいのが、はい、もう YouTube にめちゃくちゃ動画上げてるんですよ。すごいですね。もうすごいペースで。歌ってたら大変じゃないですか。大変ですよ。すごい大変。まあ僕もたまに出すし、先生も出すじゃないですか。めちゃくちゃ大変じゃないですか。めちゃくちゃ大変ですよ。でね、うん、全部ね、はい、自分でミックスとかもして、本当映像そうなんですよ。天才じゃないですか。天才なんですよ。それは。もう、この時点で、わかると思うんですけど、彼はそう。天才なんです。なるほど。天才を、ちょっと先生見てほしい。で、この天才の感じが、これまた、まあ見てもらえばわかるんですけど、はいはいはい、もうなんかね、センスというか、センス型。センス型です。なんでしょう、こう。まあね、その、メイちゃんさんとか、めちゃくちゃ技巧派だったじゃないですか。うんうん、荒木さんも、もうその、ベクトル違いの、そうですね。うん、もう、暴れ馬だったじゃないですか。みたいな。これまたちょっと違う、こう、トリッキーというか、まだ、こう、尖り方が違う感じの天才をちょっと、今日ご覧いただきたいなと思っております。はい。じゃあ、楽しみにね。いいですか、はい、はい、じゃあそんな感じですね、このチャンネルでは日々発生関係のお話とか、今回みたいなリアクション動画とか、アップロードしておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。ということで、じゃあ行っちゃいましょう。OK! じゃあ先生、これです。はい。キックバック。お、キックバック。ヨネツさんの。あ、いきます。これね。おしゃれ。うん。はい。はい。なるほど。はい。はい。え、いきなり？はい。はい。はい。わかります。意表使いました。そうなんですよ。そうなんですよ。意表なんですよ。これわかります。タイプ違いません。いや、油断してたんで。そう。そっちかと思わなかった。そう。そっち。そっちなんです。え？ものすごい低音聞いてます。いや、そうなんです。もう本当さすが、さすが専門家。そこなんです。持ち味低音なんですよ、まず。ああ、やっぱり。この低音と、まあまあもう、この一目瞭然、このがなりですよ。俺はこれが持ち味だし、キックバックってね、ヨネツさんもがなってますが、うん、それ以上にもめちゃくちゃがなってるんですけど、すでに。全然、周波数と倍音が違いますね。そう！だからなんか、ドンキなんですよ。わかるわかる。かるハンマーじゃないかなと。そう、ハンマーみたいな。ハンマーね。あの、面がでかい。そう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 。で、もう、なぎ倒される。そう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 。こう、切れ味とかじゃないそう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 。面で襲いかかってくるみたいな。すごいね。いう感じ。これは老化もめちゃくちゃすごい。この感じ。ね。これちょっと最初から聞いてみましょう。すごっ。すごいでしょ。え？いろいろあるんですよ。いろいろあるんですが、そのうちの一個がまずね、これですよ。このイントロ油断させるんです。そう。いきなり来る。ここがまだ多分、うん、ここがまだ多分発揮しきってないと、うん。そうですね。それも油断になりますから。そう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 。そう二重で。そう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 。あ、なるほどねって思わせるんです。そう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 。花火がやはり気になるんやろうかとかいろいろね。そうです。
ブラーンって言ってさささささここなんですよ。すごい、ね、ぶん殴られる急に、キックもキックされるキックバック。なんか意外ですよ。いや何がそうなんす、こう顔とかそういう雰囲気とかも見えてるんで、いやなおさらなんだと思うんですけど、本当にそう、うん、前情報もねありましたね。若いかったり、そう天才タイプ、そうそうそう、聞いといてこの感じね、ぶん殴ってきた。まさかのパワータイプ。こっち。そう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 。エスパーじゃねえんだみたいな。ハンマーを両方とも持って。そうそうそう。つって来たみたいな感じなんですよ。攻撃力がすごい。そう。もうめちゃそう攻撃力がすごいんですよ。うん、ちょっとね、この、そうなんですよ、攻撃タイプと思うじゃないですか。イケボだね。そうそうそう、これ、これイケボですわ。シンプルにね、これが、そうなんですよ、抜きどころをこう分かってるっていうね、そうそうそう、これいいね、なんかその攻撃タイプだと思ったら、うん、あ、なんかめっちゃ魔法も使えるんですかみたいな、ちゃんといい声が出るんですよ、そう、ちゃんとニュアンスいいなんですよ、すごいね、すごい、なんかところどころ、パルセットに一瞬だけ抜いたり、こうちょっと吐息混じりにしてみたりとか、なるほど、そうなんです、そういう色が、実はまだこの辺にもいっぱい出てる、うんうんうん、あのエッセンスが、汁があるんですけど、ちょっとまだ触れずに、序盤も序盤も序盤、終わってもいいぐらい、すごいね、取れ高もう全然いいみたいな、すごいです、参りましたって言いたい、そうそうそう。いいっすよね、すごい魔王みたいな、何でもできるんだ、そう、なんか意外にっていう、意外にね、いやそう、ハンマーがだってここまで効かない、そう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 いうことなんですよ、そういうことなんですよ、すごいね、小回りいろんなことやって、意外となんかそのガナリは大得意なのか、そうなんか、うん、なんかこうパラメータがあるじゃないですか、うんうんうん、全部こう、うん、四角いんですけど攻撃力は飛び出てる、そう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 、攻撃力がその枠内で強いんじゃなくて、そう枠は埋まってる前提で、うん、こうそういう感じなんだよね、吹き出しみたいな、そう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 まさにそれ、そういう感じ、うんうんうん、そういうこの辺すごいな、ニュアンスが本当にこの辺もこう、この抜き方なりたい、ね、なりたい、この感じ、この感じ、この感じ、ね、こんなこれ真似しようと思ってもできないんですよ、うん、これは本当小学生さんの特権、そうっすね、できないんですよ、うん、ポクはできるけどこの色気が出ないんですよ、しかもこれなんか映像を見ながらなんですけど、うんうん、この歌い方がもうパフォーマンスなんです、そうかもしんない、だからなんかこう余計引き込まれる、そうかもしんない、引き込まれる、ね、いい表現、引き込まれる世界観が、そうこの隣、このこれ2段ベッドですから、これねえ、まさか2段ベッドですから、これ生活感がある、なるほどなるほど、謎のどっちで寝てるんですか、上なんじゃないですか、多分上だと思う、そこはあんま関係ない、そう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 です、それもポイントなのかもしれないけど、すごい迫ってますね、2段ベッド、そう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 、いろいろなんかこう異端、ね、異端なんです、確かにすごいですよ、これは見ます、で、あそんなみたいな、こう細かいのよな、ガナニケ2段階ぐらいありません、この辺ね、分からん分からん、粒の太さと、そう太めとデカめ、なんか小さめっていうか、そうそうそう、なんか中、なんか小さめはあんまなくて、うんうん、中ぐらいとデカめみたいな、そう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 、ここはまあほぼなしで、そうそう、さあい抜いて、さあい抜いて、もう中ぐらい来て、さあい、なるほど、ダーニーからダーイになるみたいな、なるほどね、中ダーイみたいな、おー、分かりやすいね、これは分かる、二段構え、うん、全部こう、なんかレイヤーがあるんでしょうね、そうだと思う、そのブなんかそのブーストというかその、うん、ギアがなんかいっぱいありそうだ、まあね、でもこれこう喉の中見てみると、うんうん、やっぱりなんかこうあの組織の振動具合が見、なんか見えるようです、そうなんですよ、ね、まあマム君とかも一緒に見てるから分かる、ね、そうですそうです、はい、からのこのサビですよ、うん、ねえ、ああなここ綺麗なの、綺麗、むー、ね、むー綺麗、めっちゃ綺麗、きますか、そうだ、おお、あー、きますよ、揺れてる、あー、あー、
綺麗。ああ。あ。おお。これは最高。これライブ会場ですかここ。いや本当に最高。すごいね。最高でしょ。最高。なんででしょうね。最高。大喜利なのにグルーヴがあるっていう。めっちゃわかる。そう。そう。なんか。そう。熱が伝わるんです。気持ちいいんですよ。ね。これは僕思ってるんですけど。うんうんうん、リズムなんですよ。絶対そう、俺も言いたかった。絶対そう。言いたかったなもう僕、リズム感だよね。リズムなんですよ。これはだから、すっごいリズムがいい。単純に音符に乗ってるだけじゃなくて、この、発声が乗ってるんですよ。そう。ね。声帯の使い方とがなりと、そうそうそう。そう。乗ってる。頭とそのね、爪痕を持ってるんですよね。しかも喧嘩してないっていう。えぐいわ。バチバチなんだよな。バチバチ。バチバチなんですよ。うんうんうん、ハンマーで均等にこう殴ってくる。すごいわ。ドラマがすごい。そうここまでのドラマが。本当にグルーヴがある。これ僕ポイントだと思ってるのは、うんうん、これ小学生さんの特徴なんですけど、うんうん、なんかね、フレーズのお尻、うんうん。頭ももちろんすごい大事にしてるし、そうだ大事にしてるんですけど、だからかお尻が、つまりフレーズの終わりをすげえ大事にしてると思ってそこもリズムにそこもリズムになってるそうただのリズムがいい人じゃないんですそうって思ってますあなるほど、うん、僕はそう思ってるなだからガナリとも相性がいいんですよそうなんだガナリっていうのは非常にアタッキーな、うんうん、あの発声なんですね、うん、あっ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 ねこうドンドン、はい、それもハンマーな感じがあるから、うんうんリズム取っていくのも結構相性がいいんですよね、うん、ちょっとラップライクな感じっていうんです結構その音符が跳ねるもんねそう跳ねる跳ねるそれだから相性がめっちゃいいな、うん、やばくないですかうまいはってねすごいねうわっていきなり来て、うん、ここ、ちゃんとやってる止めてる、あえてここはミュートかけです、うん、Rest in peace my day my day なるほどねうんで細かいここよでこの語尾がこのそうなんですよぐーって次に期待感を煽ってくれるんですよ生きてる生きてる生きてる次の音符まで行ってくれるんですよそう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 これはなんかこうしゃくりじゃないんだけどそうなんですよねなんかこうね跳躍なんですってくるよそう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 波がずっと消えないすごいよすごいですよ、うんうん、てーってくるしこれさ、うん、すごいねすごいですよ、うん、なんかそのクリーンに一回行ったと思ったら、そうそうそう。すぐガナリを持ってきて、しかもその波がでかいそう。だからもう、またドンキでやられるそう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 。ハモじゃなかったっつ油断したのに。そう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 。チェンジしてたっつ。すごいね。そう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 。これめちゃくちゃ難しくないこれ。めちゃくちゃ難しいです。いや、めちゃくちゃ難しいですよ、こんなの。できないもん、こんなの。ここの、やばいな、ここのニュアンス。全部奪ってからの、うんうんうん、マイハニーあたりの、うんうんうん、この辺のリズムやばいっすよ。ここ。奪ってってきてるから。なるほど、なるほど、これさ。だから、リズムが、歌詞も捉えてるんでしょ。捉えてます、ね。こういう奪ってっていう、この、うわちっちゃい質感が。そうそう、ちっちゃい質感。ま、ね。質を言ってるんですよ。言ってないけど、言ってる感じ。そう。その細かい超細かくリズムをこうやばこれ やばい、ね、やばい2も綺麗と思ってる、この辺が結構超3っぽいっすわ、うんうんうん、あのねあれなんですよちゃんと止まるんですよやっぱりお尻で、うんうん、Don't be live for star じゃないんですよなるほどなるほど流れないんだよねそうなんですよ次の5選手まで捉えてる捉えてる予定してるそうだよねやっぱそれなかなか難しいんですよ難しいですけどねうん無駄に伸ばさないんですよこれが本当に好きなんですよ、うんうん、どの楽曲もこれは結構小さめられてるテクニックあはい色気よすごいです今のはね色気すごい油断させるね本当にそうですニュアンスがね。こっちも焼きんの。こっちもできるっす。センスンス。薄さもできる。ここ一気に喉高めの狭さね。そうなんですよ。そうなんですよ。さっきまで使ってたここのを、うん、これは一番遠いんですよ。こういうガナリ。あ、そうなんですよ。やったり、そのドンキ系の人。そう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 。だからこれもまた意表をつかれるんですけど、でも多分これも相当やっぱりその土台が安定してるからここに行ってもブレないんですよ。ブレないですね。あ
の見えないここを持ってる。うん、いや本当そう。見えないここを持った上で上に薄くしてるだけなんで、すぐ戻れる。ああ、なるほどね。感じなんですよね。これもいけちゃう。器用で。チャンスね。すごい。あ、そう、こういうのもね結構あるな。やっぱりリズム側を大事にしてるのがあって、うんうん、そのあんまり強くない子音とか、うんうん、母音とかを、うんうん、あえて小学生さん言語にして、うん、なるほどなるほど、鈍器力を上げてる、うん、一気に2番になって、うん、ちょっとこう世界観が変わってる。ああ、そうですね。次の2面に来た。確かに、ね、めっちゃわかりますね。今まで1番でやってこなかったテクニックみたいな。ああ、確かに出てきてる。埋まってないマスを埋めに来てます、ね、すごいなと思って。確かに、ね、この辺でもね、うん、いいな。あー、ないがちょっと今より、うん、ないより先に、ね、これね、ちょっと奥感入って、ね、また戻してみたいな。ダンスみたいですよね。そう踊るように。わかるわかる。踊るように歌ってるわ、うん、でさ、語尾になんか、ね、そう、語尾がね、何その語尾みたいな。なんだね。特殊なんですよ、マジ。若いビブラートの。そうそう、わかんないのよ。そう。抜け気味。そうそう。で、次の頭も捉えれてるから。そう、わかんない。あれ、抜いてたら多分アタック次、行きにくい。そう、行きにくいですからね。うん、いや、なんかわかんないですよ。なんか、独特の、なんか、香りがするっすね。個性かもしれないですね。そうですね。小学生さんのこの、いや、そうですよ。なんかその、歌いやすいポジション。そうですよ、そうですよ。簡単にはモノマネできない。なんかその、異国感があるんですよね。うん、日本っぽくないっつーか、うんうんうん、いいな、これちょっと特殊ですね、いいだけど、いいだけどちょっとえよりみたいな、母音が変わっていったのは。あ、そうですね、今見たら分かると思って口が少し開いていったんですよ。それで、あのいわゆる同じポジションから母音のその、うん、まあ、調音がこうずれてやってる、はいはいはい、グラデーションですよね。そうですね。これは声帯が安定してるときにこうなるんで。なるほど。これは相当声帯使いですよ。相当な声帯使い、はい、相当な声帯使いです。そうですよ、はい、手だれですよ、うん、これみんなこうやってみたらと思うんですけど、うん、口開けていくと音がブレるんですよ。変わりますからね。でもそうなってない、なってないですからね、うん、ただ意に絵が加わってったような感じで、ね、そう縦感が入ってった感じで、グラデーションが効いてた、ね、聞いてましたね、うん、ああ。この辺だよ、ね、あー、おー、めちゃうまいじゃん。そうこれ今ピッチどこですか。 A シャープとか A じゃないですか、うん、太いな、全部むちゃくちゃ、うんね、こういう感じ、うん、ここはそのポジション抜いてんのか、綺麗ですね。 A のシャープ、何も、そうっすね、全部むちゃくちゃにしたいからは、うん、その割とニュートラルめに持ってってますよね。持ってってるし、声帯が合わさってますね、うん、出た、はい、なってますね、いただきました、いただきました。めちゃくちゃいい声ですよ。いや、いい声ですよ、うん、本当にいい声。そこが、できてるんでね、ちゃんと声が出てる、うん、そう。このシンプルにね、この声を出すためにやっぱり練習せないと、うん、いやそうなんですよね、うん、いやすごいです、20歳そこそこの、いやそうですよ、やばいですよ、それやばいっすね、やばいっすよ、2週目、きっと2週目本当にそう思いたい、前世も歌手ですね。いやそうです、そうです、そうです、本当にそう思いたい、そうでしょうね。この辺の楽して、はい、全部むちゃくちゃにしたいからは多分ニュートラルね、本当や、さあ、で、ちょっとこう、上げ気味みたいな。だから、太め、ニュートラル、上げ気味みたいな、この三種の神器、うんうん。コンプリートですね。ギアがもうやっぱだから、無限にありますよね、そう考えると。そういうことです。ギアがいろんなところにいっぱいあるから、組み合わせ次第で。そうなんですよ。3×3×3 みたいな。でも、声帯の振動安定してるんで。ここね。そうなんですよね。それができるんですよ。そうなんです、ね。で、なんかその、無理感、なんか、わざとらしさが、ね。そう、やらしくない。やっぱ、喧嘩してないですもんね。そう。すごいよ、こんだけやってんのに。うん、出ましたね、これ、ね、ほぼこれスクリームっすね、ね、これはここもう一個ポイントがあって、うん、長さんのこれ特徴もう一個言いたくて、うん、ブレスの音、うん、
ちゃ大事にしてるんですよ、長さん。なるほど。例えばですよ。その、からの、ま、船、はの、って感じ。これは。で、もうめっちゃスクリームだし、みたいな。こういうことをね、やるんですよ。そう、そう。こうですよね。これは勉強なのね。なる。これは。なる。めちゃくちゃ吐きの音入れるときもあるんですよ、調査。曲やったら。みたいな。めちゃくちゃ。なるほど。楽器なんですよ。なんかフィールドがもう一個広い。あ、そう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 。声っていうか、音をこう、なんか全部歌として、やっぱ、使ってる感じ。すごいね。すごいんですよ。ラストに。来た。気持ちいい。あ、あーここね、好きなんだよなー。あの、やっぱ、伸ばしすぎない感じ。うん。この感じ。わかります？なんかこの、気だるさをはらむ感じ。この気だるさとがらりってなんか、いや、そうなんすよ。ちょっと意外なんだけど。いや、意外なんすよ。令和。ほんとそうだよ。いや、ほんとにそうだよ。それが令和か。そう、なんか、ロック、なんか、あえて分けるならロックじゃないですか。うん、でも、ロック感なくないですか？わかる。別に悪い意味じゃないですけど。うん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 。ロックでは、なんか、聞いた時にロックだなってあんまり思わないんですよ。ある種。なんかさ、うん、異世界だよ。いや、そうなんですよ。だから僕は結構異世界とか異国感だと思ってて。うんうんうん、こう異世界のロックを聞いた感じ。うん、そうそうそう。テクニカルロックみたいな。そうそう。そういう感じ。カオス、テクニカルカオスロックみたいな。ああ。ああ。いやー。おポジション一気にガッて変えたり、たりとかしてましたよね。うん、ちょいちょい一回なんか裏声を2回ぐらい連続で挟んだとこもありましたよね。うん。うん、このところね、そこそこ。これやっぱ2連続で、さすがです。なんかこれここむずくないですか？いやむずいっていうかできんよ。これできないだろ。これ知りたいな。笑ってくれ、マイハニーか。H の、ハニーの H で一回、ヒュッて抜いてるんですよ。そう。K と H じゃないですか。うんうんうん。笑ってくれ、マイハニー。あ、なんだろ、そういうことか。多分、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 僕いいですか。やっぱ、やっぱそうですね。やっぱそうですね。K の前だ。死因で、死因を武器にしてる。そうですね。笑ってくれ、マイハニーか。そう、すごいすごいすごい。それ感じた。うん。ここやばいね。やばいね。やばいな、これ。すごい。ここは結構ニュートラル。ニュートラルね。ニュートラル。ビンゴと塩コショウかけるみたいな。今のはもう本当にあの、待ってましたでしょ。そうそうそう。本当に。ニュートラル、ニュートラル、溜めた禁止でドンドンって。ダイナマイトドンドン。そう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 。そこはやってくれるんだ。そう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 。裏切り、裏切りだけじゃなくて。そう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 。たまに約束の。飴とムチが。ムチがあって。今のはもう本当にね。甘い。甘いわもう。ね。いいっすよ。ああ。急に。なんか、鞘にしまったら、ね、なんか忘れちゃってんだみたいな感じしません？で、なんかそのグラデーションが喉の中にもあって、うん、その低いところから、うん、そう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 勝手に受けていきますよ。そうそうそう。珍しくないなんか珍しい。確かに。確かに確かに。ね。これ面白い。なんかパワーが5割ぐらいになった。うんうんうん。元々のガナリからの。こんな抜き方あるんだ。だから、いいこれは異世界だ。異世界。これは。なんか全部の組み合わせが意外すぎて、あ、でもこういう料理あるんだね、みたいな。ねえ、うまいんだよ。うまいわ。超美味しい、これ。みたいな。これの組み合わせありだったんだ、みたいな。すごいっすよね。優しい。優しい。おぉ。ああ。気持ちいい。いやー、セクシーでしたね。気持ちいい。気持ちいいっす。
すげえ。気持ちいいっすね。天才です。最後のなんかすごいいい感じが飛んでたね。これは本当にぶっ飛んじゃってる感じの。ネジ飛んでるわ。そう、ネジ飛んでる感じの、すっごいいい感じ。ね、本当の意味での。素晴らしい。すごい。いや、そんな感じです。そんな感じです。小学生さん。そう、圧倒されました、ね。いや、これえぐ、圧倒されますよ。圧倒されちゃったな。これやばいんですよ。これは。今はね、その、ハイトーンがもてはやされる時代じゃないですか。うん、まあ、張さんもなんか高い声出るんですけど、うん、で出してる曲もあるんですよ。うん、C とか。おですけど、これ A とかね、うん、その辺ですけど、こんだけ見せるわけですから。そうね。そこはだからできるけれども、そうなんですよ、自分のこの武器っていうのもおつこせにならないよ、このハンマーがね。 それを自分でも分かってるから、はいはい、ボーカロイドの曲高いじゃないですか、うん、男性で歌う方はキーを上げてオクターブ下げたりとか、うん、そういう人も多いんですけど、張さんは普通にオクターブ下げて歌ったりとかするんですよ。だから自分がハンマーを振り回せる領域に向いていって、領域展開、領域展開あれ違うけど、なるほどね、そう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 、そこでハンマーをぶん回すっていう戦い方をずっと YouTube とかニコニコとかずっとこの動画プラットフォームでされてるんですよ。これはかっこいいです。めっちゃかっこいいですよ。すごいです、ね、もう大好きな歌手さん一人なんです。いやありがとうございます。そう、ありがとうございます。でこれコンポレ話なんですけど、はいはいはい、この動画を撮ってる2日ぐらい前に、うん、あの前メイちゃんさんの動画、はいはいはい、の時のお話って、あの肉食ランマっていう、はいはいはい、ギャロさんっていうメイちゃんさんがやってるチャンネルに張さんが出てて、ちょっと歌の話もされてたんですよ。されてたんですけど、うん、やっぱがなりが得意で、がなり全然喉痛くないみたいな。やっぱもう応援してます。それはだってこんだけがなってるんですよ。でもがなり全然この上手さだと喉のダメージ感はなさそうです、ね。なさそう。聞いたらわかるんですけど、うん、ないと思いますしね。すごいね。そうそうそう、今日の動画良かったなという方、ぜひグッドボタンとあとチャンネル登録まだお済みでない方はこのチャンネルよろしくお願いします。あとぜひリクエストとか、この歌いさんどうですかとか。まあ、ぜひ普通に今日の感想でも嬉しいんですけど、コメントとかもらえるといつも見てますんで嬉しいので、ぜひよろしくお願いしますという感じでございます。じゃあ今日生態の専門家、リー先生と私ボイスラの本がお送りいたしました。ありがとうございました。バイバーイ。